はい、こんにちは。今日はね、新千歳空港にいるんですけど、前回の動画をね、見ていただいた方いらっしゃるでしょうか。前回ね、空港内にある温泉施設に泊まれずに空港泊をするという動画をね、上げたんですけれども、あの動画のね、まさに続きですよ。空港にいる今がチャンスなんじゃないかと思って、っていうのも、空港からシャトルバスに乗って15分ぐらいで行けるノーザンホースパークというね、場所がありまして、そこではね、なんとテーマパーク判定があるらしいんですよ。空港から近いというのが非常に魅力でして、新千歳空港からシャトルバスを使わなくても車で10分ぐらいでね、行ける場所なんで、本当に恵まれてますよね、そういった意味では。それではね、早速シャトルバスの時間を待ってね、ノーザンホースパークに向かおうかなと思います。すいません、あまりにもちょっと建物が広すぎて、どこからどこがホースパークなのか全くわからないんですよね。でバスから降りた途端にその生産だったから、もうパーク内にはいるってことなんかな。で探知機状況なんですけど、見ていただいた通り、もうバスの途中からもうすでにね、テントマーク、テントじゃないか、テーマパーク判定があったんで、相当広いですよ、ここ。いや、すごいな。あっちの方では何かしらのゲームのようなアトラクションがあったり、こっちではね、アーチェリーをしている人がいたりと、結構ね、アクティビティも楽しめそうですよね。ここに、お、自転車がありますね。どんだけ広いんだろう、ここの公園、牧場は。お、ここがかの有名なポニーショーですよね。ただポニーショーなんですけど、やってる時間が結構早いのかな。11時と13時の2つの公演っぽいんで、このポニーショー楽しみかこのポニーショー楽しみたい方だったら早めに来た方がいいと思いますよ。いや、こんだけ広かったらもう探知機打つ必要もないと思うんで、ちょっとこのパーク内を探索というかね、楽しんで自然発生ないしないかどうかっていうのをちょっとね、やっていこうかなと思います。探知機はもう打たないです、今日は。というか、もう道中だけでも相当感動しましたけどね。あの、北海道だって感じの道だったじゃないですか。今もそうですよ、これ。なんだこの景色、でっかい道ですね、本当にすごいよ。本当語彙力がなくなるっていうか、あ、馬がいる。皆さん、そこにほら馬がいるよ、ほら、可愛いお馬さんがいるよ。この子が乗せてくれました。
うわ、景色がもうやばいな。もうなんかね、こういうところに来るとね、語彙力がなくなるんだよな。はぁーって感じの気持ちになってしまうわ。景色美しすぎでしょ、だってやばいでしょこれ。はぁーって、なんか本当に究極の贅沢って感じですね。とにかくね、ここのノーザンホースパーク非常に広いから、その適当にライフログ出しをしてもね、苗自体はね、おそらく超高確率で拾えるとは思います。ほとんど探知機覗いた感じ、公園とテーマパークの2択なんで、なんか全然ライフログ差し難しくないと思うし、もしかしたらここだけで全然コンプも狙えるかなとは思います。いや、こんなところが新千歳空港からバスで20分で来れるなんて信じられないわ。僕1時間しか今日回れないんですけど、1時間で全部回ることは不可能です。はい。なんだろうな、まあ4時間ぐらいはいいのかな。非常にそのエリアが広い上に、スポット見どころスポットもねかなり多いんですよ。だってあそこの建物とかも行けてないし、なんかあっちの方にもなんかあるし、さっきの結婚式場みたいなところにも行けてないしみたいな感じで、新千歳空港から走っているシャトルバスの本数は1日に確か 3,4 本しかなかったはずなんで、そこだけ注意してください。シャトルバス乗れなかったら車で来る必要があります。はい、今回はねこちらノーザンホースパークを紹介させていただいたんですけれども、いや絶対に早く来た方がいい。午前中でも全く問題なしです。僕みたいに午後に来たら、そのポニーのショーが見れなかったりとか、いろんなイベントを逃してしまったりとか、もったいないんでね、ここに来るんだったら絶対に、楽しみたい方だったら午前が良いかと思います。苗自体もね自然発生で簡単に入手することができたんで、だからね、そうですね、ここを楽しんでて、よっしゃちょっとたまにピクミンでも開こっかなぐらいでも全然いいと思います。で、帰る時に出てなかったら探知機打つみたいな、そんなスタンスでも OK じゃないかなと思います。それではじゃあ今回はこの辺で以上とさせていただきます。僕はもう本当に大満足ですね。ただ次来る時は午前中に来ようかなと思います。それではありがとうございました。